リエハタと平野翔の共演が話題のサンピープル一枚ニュート批判に負けない彼女のプロフェッショナリズムとは平野翔との共演で批判の的に世界的な女性ダンサーであり振付師として知られるリエハタが最近のテレビ出演を通じて批判を浴びているこの状況は特に平野翔との共演が原因とされているが実際のところ批判の理由には根拠が乏しい 今回の問題を深く掘り下げ、リエハタの才能と貢献、そして彼女が直面している不公平な批判に対する用語を通じて、新しい視点を提供したいと思う。そんな彼女が、日本のバラエティ番組、サンピープル一枚ニュートで審査員を務めた際、平野翔との共演が理由で一部のファンから批判を受けた。批判者たちは、匂わせ疑惑や悪目立ちを理由にしているが、 その主張には具体的な根拠が欠けている。実際、番組内でのリエハタの態度は終始プロフェッショナルであり、彼女のコメントやパフォーマンスへの反応は好意的なものであった。例えば、彼女は各パフォーマーに対して笑顔でコメントし、採点を発表する際には音楽に合わせてポーズを決めるなど、ダンサーとしての魅力を存分に発揮していた。これに対して、視聴者からは、 理恵さんのノリがいい彼女がいるだけで場が明るくなるといった称賛の声が多数寄せられたそれにもかかわらず一部のファンは平野翔との共演を嫌悪し利恵旗に対する批判を繰り返しているこの現象は彼女の存在が平野翔に対する独占欲や嫉妬心を刺激していることに起因しているようだだが平野翔自身は幼少期からダンスをしており利恵旗の才能と努力を尊敬している 彼は SNS で二人のツーショットを投稿したり、お揃いのブランドの服を着たりするなど、講師にわたる信頼関係を築いている。これを匂わせと捉えるのは、非常に短絡的な見方と言わざるを得ない。リエハタ自身も、誤解や憶測による批判に対して心を痛めている。今年1月には、X、旧ツイッター、で、私は息子二人と暮らして、 家族以外の時間は仕事だけを全うしています。勘違いをされている方、どうかご安心くださいこれ以上誤解による憶測で悲しい思いやご迷惑をおかけしたくないので書かせていただきましたと投稿し、誤解を解こうと努力している。ここで考えるべきは、なぜ彼女がこれほどまでに批判されるのかという点だ。おそらく、その根底には女性が成功することへの無意識の抵抗や、 異性間ののの友情やプロフェッショナルななな関係を理解しいい視野の狭さがあるのではないだろうか。男女間の友情や信頼関係は存在し得るものでありそれを一概に否定するのは時代遅れの考え方であるリエ恵タと平野紫の関係はダンスを通じて築かれたプロフェッショナルな信頼関係でありそれを「匂わせ」として批判するのは全くの的外れだ リエハタのこれまでのキャリアとその歩みに対する評価を振り返ると、彼女がどれほどの努力を重ねてきたかがよくわかる。10代で単身アメリカに渡り、ダンスと語学の両方で成長するために奮闘した彼女は、その努力が報われる形で世界的なアーティストと共に仕事をする機会を得た。特に BTS や TWICE といったアーティストたちの振り付けを担当したことは、 彼女の技術と創造性が国際的に認められた証だ。リエハタのダンスはそのエネルギーと表現力で知られており、彼女が生み出す振り付けは見る者を魅了し続けている。また、リエハタのパフォーマンスに対するプロフェッショナリズムも見逃せない。彼女は常にパフォーマーとしての責任を果たし、どのような場面でもその場を盛り上げる役割を果たしている。 サンピープル1枚入党での審査員としての役割においても彼女は各パフォーマーに対して的確かつ励みとなるコメントを送りその場の雰囲気を明るくするために全力を尽くしていたこれに対して多くの視聴者からは「リエハタさんの存在が番組をより楽しいものにしている」との声が寄せられたしかしリエハタが平野翔との共演を通じて受けた批判は 彼女のプロフェッショナリズムや才能を軽視するものであり、非常に不公平だ。批判者たちは、匂わせ疑惑や悪目立ちを理由にしているが、その主張には具体的な根拠がなく、むしろ彼女の成功と才能に対する嫉妬心や独占欲が背景にあるように思える。平野翔自身はリエハタを尊敬し、彼女との関係を大切にしている。その関係性はダンスを通じて築かれたものであり、 そこには深い信頼と尊敬が存在する。さらに、リエハタの批判者たちは彼女の個人的な生活にも干渉し、SNS での活動やブランドのプロモーションに対しても批判を繰り返している。しかし、これらは彼女の自由であり、他者が口を挟むべきではない。彼女の行動はすべてプロフェッショナルなものであり、その努力と成果を認めるべきだ。例えば、 彼女が SNS に投稿した家族との時間や仕事に対する誠実な姿勢は、多くの人々にとってインスピレーションとなるものである。リエハタの未来に対しても、期待は高まるばかりだ。彼女はこれまでのキャリアで多くの成功を収めており、その才能は今後もさらなる高みへと導いてくれるだろう。批判に負けず、彼女が自身の道を進み続ける姿は、多くの人々にとって希望の光となる。 彼女のような才能あるアーティストが、その才能を最大限に発揮し、多くの人々に感動を与えることは、非常に重要なことである。リエハタの存在は、単なるダンサーや振付師としての枠を超え、彼女自身が一つのブランドとなっている。そのブランド力は、彼女の独自のスタイルとエネルギー、そして何よりも彼女が注ぎ込む情熱によって支えられている。リエハタは、 自身の経験と知識を若いダンサーたちにも伝え、その道を切り開いている。彼女の影響力は、ダンス界だけでなく、多くの分野に広がっている。このように、リエハタの批判者たちは彼女の本質を理解していない。彼女の成功と影響力は、ただの偶然ではなく、長年の努力と才能の賜物である。彼女がどれほど多くの困難を乗り越えてきたかを考えると、 その努力と成果を正当に評価し、称賛するべきだ。さらに、リエハタの批判者たちは、彼女のダンスや振付師としての実績を軽視している。彼女は世界的なアーティストたちと仕事をし、その才能と努力は国際的にも認められている。平野章にとっても、彼女は尊敬すべき師匠であり、その関係性は非常に重要なものだ。批判するファンは、その点を見落としている。 彼女の努力と成功を正当に評価しないまま、個人的な感情で批判を繰り返すのは不公平である。また、彼女の仕事に対する真摯な姿勢も見逃せない。彼女は常にプロフェッショナルとしての役割を全うし、番組やパフォーマンスを盛り上げるために全力を尽くしている。実際、サンピープル一枚ニュートや27時間テレビでの彼女の審査員としての役割は、 多くの視聴者から好意的に受け取られている。リエハタの存在が番組を一層魅力的なものにしていることは間違いない。さらに、リエハタの批判者たちは、彼女の個人的な生活にも干渉している。彼女が SNS でシェアする情報や、ブランドのプロモーション活動などに対しても批判の声が上がっている。しかし、これらは彼女の自由であり、他者が口を挟むべきではない。 彼女の行動はすべてプロフェッショナルなものであり、その努力と成果を認めるべきだ。最後に、リエハタの未来について考えてみたい。彼女はこれまでのキャリアで多くの成功を収め、今後もその才能を発揮し続けるだろう。批判に負けず、彼女のパフォーマンスと振り付けがさらに多くの人々に感動を与えることを期待している。彼女のような才能あるアーティストが、 批判に屈せず自分の道を進む姿は、多くの人々にとって大きな励みとなるだろう。結論として、リエハタに対する批判は根拠にかけており、彼女の才能と努力を正当に評価するべきである。彼女が世界的なダンサーとして成し遂げた成果は、称賛に値するものであり、彼女の存在は多くの人々に希望と感動を与えている。今後もリエハタがその才能を発揮し続け、 多くの人々に喜びをもたらすことを期待してやまない。